フィンの3点セット、スノーケリングとは、スノーケルなどを身につけて、水面、または比較的浅い水中を遊泳する、レクレーション活動、またはマリンスポーツである。同様の機材を用いる場合であっても、潜水を主目的とする場合は、スキンダイビングと呼んで区別される。語義によれば、シュノーケルまたは、スノーケルと呼ばれる機材を用いて行う、遊泳一般を指すが、 上実の通り、水面、または、比較的浅い水中を遊泳する場合に特に、用いられる。スクーバダイビングに比べ、必要な機材が、シュノーケル、マスク、フィンのいわゆる3点セットのみと少なく、軽量、安価であること、C カードを取得する必要がないこと、海岸近くなどでも行えることなどから、手軽なレジャー、スポーツとして人気が高い。ドイツ語のシュノーケルン。 シュノーケルンは名詞でも動詞でもあるがいずれの場合も英語の同名詞を表すイングがつくことはない。このマリンスポーツを表す一般的に用いられている日本語表記のシュノーケリングは英語とドイツ語を混同した文法の誤りである。正しくはスノーケリングであり日本スノーケリング協会日本スノーケリング連盟もスノーケリングを使用している。 シュノーケリングとのご用は避けたい。スノーケルのみでの遊泳も可能であるが、通常はマスクおよびフィンを併用することが多い。スノーケルのマウスピースは口に加え先端を水面上に出して吸排気を行う。スノーケル装着時には口のみから呼吸をすることになるので、誤って微呼吸して水を吸い込むことがないように、 マスクは鼻まで覆った専用のものが用いられる。ありがとうございます。